今日はアイヌさんのところにちょっと来まして、はい、皆さんにこの西九州新幹線の T シャツ着てもらいました。似合うでしょ。で、この西九州新幹線の T シャツ、よく見たら下のところに、はい、物産館のマークと、はいはいはい、もうこうお隣に、はい、クロスオーバーさんといいまして、妥協で事務なされて、そこなんですけど、そこアパレルの方もされていまして、でそこにうちの、ね、編集長がジムに行って、妥協を盛り上げたかよこのクロスオーバーさんの西さんにご相談したところ、はい、ちょっといい案があるからっていうことで、はい、シャシャってこのねシャシャってできるのデザインカーを買ってきてシャシャってできるレベルですね。すごいですね。で、こう T シャツにして佳境と新幹線盛り上げようぜということでできた T シャツをちょっと今日はパインさんたちにも着てもらってもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニャンネのチートーカーはバーバーにちょっと今度白黒は分からんけど、ミヨちゃんがカラバーにちょっとあら、綺麗ね。綺麗よ。で、言うてごらん。これなんかね、あっちゃん、これはですね、あれですよ、あの左の岡ちゃんが違う大きな、大きな木ですよ。え大きなのこのクルードッキーさ、竹ですね。それ竹ですよ。違った。これはね、はい、私が大好きなとこです。竹尾神社のそばのオークス、竹尾のオークスでございます。ありがとうございます。はい、社長、そしたらこれは真ん中なんかな？真ん中カモメちゃんかな？その上の、はい、上のこれはですね、あの三船山楽園。そうだね。すごいね。これはもう夢です。夢ですね。行ったことある？あります。もちろんありますよ。ここじゃないですか？泊まったことあると？ここのサウナがめっちゃ良かった。ここハワイのおばあやけど、松坂すばささんがね、YouTube で。で、皆さん自腹で泊まりに行ってください。はい。で、はい、ダダレちゃん、こいなんちゃ、竜宮城。やったー。本線がね、そうね、シンプルですね。トマコさん、猫の名前ね。そうですね。はい、そこにもうカモミちゃん、はい、真ん中が橋音ですか？はい、はい、っていうイメージをしながら、はい、あの競争場の西さんが書いてくれたってことで、はい、いいですね。素晴らしい。これがなんと物産館で販売中。ウェーイ！こう一緒にトートバッグもあってね、めっちゃ良かったもんね、あれね。クロスで頑丈ですよ。子供の体操服にはいかがでしょうか。はい、仕上がりでございます。はい、じゃあそういうことで西九州、いつやったかな、開業は9月23日で、私の初孫の出産予定日です。それは二の月だ。はいはい、ヒーヒーフーって言いようがいいですよね。二度好きだ。はい、ということですね、はい、皆さん、佳境にまずは新幹線を見に来てもらいたいと思うし、はい、これもまた来てもらいたい。はい、これね。あと、なんやろ、佳境もよかけどさ、長崎に行ったら、なんか長崎のよかとこって長崎のよかとこ、長崎任せてください。長崎、私、長崎住んでたんですよ。ありがとうございます。長崎のいいところ、はい、いきますよ。長崎のいいところはですね、はい、坂が多い。いいところ。まあね、いいところ。まあね、まあね、どうしたし。ダイエット中にはいいかもしれない。まあそうですね。金山の板が売ったし。はい、あ、でもね、いろんなところ。あれね、あ、キッチン電車の同様もね。そうですね、そう。トイに乗りながらいろんなところに行かれて。100円、もう値上がりしたとかね。今もね、まあ、ずっと歩けて買って行かれたけどね。あ、なんで受けば買うのかって。そう。一日乗車券とかね、そうやってありますよね。そうそう。
ほんなとにかく俺たち行こうか一緒に。行きたかね。頑張って。じゃあね。くもくも。さあ来ましょう。はい。なんかそこに参加されたい方はまたどうぞ。よろしくお願いします。みんなで行きましょう。みんなで行きましょう。はい。はい。まあそういうことです。まずは T シャツ買いに武坂にも来てください。ってなった。お買い物に。お待ちしております。